場の方からお願いできます。あなたの大きな勇気で怪我や病気の人を救えるってすごくないですか。そんな患者さんの感謝の言葉を言ってください。献血をしてくれた人のおかげで病気が治って今では元気に学校へ通っています。入院しているとき、血液センターから送られてくる健康な血液が生きる希望になりました。誰かは分からへんけど、献血をしてくれた人に心から感謝しています。健康にて子供ができて幸せな人生を送っています。怖いイメージがあるかもしれません。だけど患者さんも怪我の痛みや病気の恐怖と戦っているんです。死んでました。どうもこんにちは、東洋館ででして、本日も、本日第505回目ですね。第505回目の辺野古に基地を絶対作らせない大沢行動、ただいまよりスタートということなんですが、今日は A 型とが不足っていうことでございます。聞いてますか。若い人たちの献血協力が15年前に比べるとなんと半分以下なのです。ねね、そしてこのままだと2027年には約100万人の血液が不足してしまうんです。あなたやあなたの大切な人が将来もし輸血が必要になった時のことをちょっとだけ想像してみてください。私たちの未来のためにも患者さんの命を守るためにも健康なあなたの献血が今必要です。献血するの今でしょ。こちらは大阪府赤十字血液センターです。 400ml 献血は男性17歳以上、女性18歳以上、体重が160kg 以上の方からお願いできます。あなたの大きな意識で怪我や病気の人を救えるってすごくないですか。そんな患者さんの感謝の言葉を聞いてください。あ、どうもこんにちは。どうも、今日はね、怖いイメージがあるかもしれません。だけど患者さんも怪我の痛みや病気の恐怖と戦っているんです。死んでました。献血をした血液の 80% 以上はがんや白血病などの治療に毎日使われているんです。一度の輸血で血液が使用され、障害者さんの命を奪っていた血液者が最低のです。バスとタクシーがいっぱいあるよ、ごった返してるんですね。ちょっと待ってね。よし。
あ、どうも、こんにちは、どうも。いやー、今日は何度ぐらいか。今日は割とぬくいです。朝方結構寒かったんですけど、朝方だったら昨日の夜ですね。昨日の夜は結構寒かったんですけど、今日は割と温暖な感じですね。あそこなんかうろうろ、これ警察官ですね。歩道橋のとこにうろうろしてます。あ、なんかございましたよ。何とか形あるものにしようと必死でございます。戦争が終わっているのを言うことで、どうもお疲れ様です。あ、はい、あれそうですね、やっぱり。
上に言うの。そうというか。あ、やっぱりあれですね。え？あ、どうもこんにちは、どうも。帰ってきた。いえ、いや、いや、どうも。献血をしてくれた人のおかげで病気が治って今では元気に学校へ通っています。なんだこれ。階段の兄ちゃんに加わってみたら、いや、いいけど。そうなんだ。
新しい。気象庁の方からお願いできます。あの看板の前にいてですね。三番のかバス停バス停。僕見ましょう。みんな、なんかまだ、センターから送られております。あ、いい。ボールが出ました。私たちは、一人とも、戦場から帰った
いたします。誰かに動かせないんだという人のことは、私たちは声をかけにくれない状況に今なっております。見ていましたら何でもあり、パッチに立ちましたここでも、人民の国民でも何でもあり、国民の犠牲を何とも感じない安倍政権のもとで、私たちはどんな未来を描くことができません。暗黒時代の旅が JR の周知内ではビラ活動やめてください。日本全国どこにも JR の周知内ではビラ活動やめてください。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 JR の周知内ではビラ活動をやめてください。この規制は不要。誰がお願いするんですか。JR の周知内ではビラ活動をやめてください。安倍晋三市長ですよ、安倍晋三。ビラ活動をやめてください。沖縄の事業は頑張ってきた、不要。アメリカの人に沖縄の人に沖縄の地域内には米軍基地はいません。誰が許したんですか。日本の手配を信じたというか、アメリカに送り上げようか。ただまず Thank you.
どうもこんにちは。どうも。何や何や、ただおかしいな。何ですか、軽く流していて、なんか変な人で、皆さん沖縄に基地はいりません。沖縄の基地を撤去しましょう。Thank you.
ジョイだ。どうもこんにちは。どうも。チラシを見てください。チラシを
もうこれ以上始まりません。これは大阪の問題。
何撮ってんのお前。うせるか、おい、この方、おい、もうちょっと、危ない危ない危ない、帰ってくれ、避けんな、あんたが出ていけ、おい、やめなやめな、帰ってくれ、おい、一番だよ、いや、何とんでくれ、何も、
あの工藤の審判ですね。あーこらー、えじめんなよこらー、逃げんなー、こんなクセかけやろー、ゴミやろー、タイマータグは、まあ、あんまり、まあ、あの他の普通の人がびっくりするから、いや、あいつはあれなんですよ、あの原発推進勢力のあれなんですね、ちびっこギャングみたいな、ちょっと分からせられないといけないなって思ったりして、米軍基地はいりません、ほんと綺麗な海なんですよ、いや、もっといましたね。5、6人さっきから集まるところいましたね。トンクラしました。全部お世話やな。いや、わかんないですよ。単なる電車好きかもしれない。そのと先週の2人はそうやろ。そうですね。いや、いや、しょうがない、わかんないですよ。あれはね、田中さんの判断か。いや、僕は勝手に思い込んで。お世話じゃないかと。だったりしてとか。あ、厳密に裏付け取れてない。それは取れてないですよ。まあ、別にどうでもいいし、ね。さっきの2人のうちの1人は清水来てるやつ一緒なんだよ。そうですね。まあ、宮原の立つ。年齢から見たらありえるな。そうでしょ、ね、OB からそうかもしれないですね。うん、読んでください。署名をよろしくお願いします。
好物で、結局基本的にあのお茶とか飲み物好きですね。あれですね、今お茶いただいた。ああ、説得されるのか。お茶飲んだら中身が漏れると思う。あ、もうグッズはいいっすよ。ああ、ありがとうございます。18万人に上る避難民。いつ帰れるかどうかわからない汚染された自らの。あ、すみません、ちょっと一個いただきます。ええー、いやいやいや、これいただき、これいただき、ありがとうございます。黒砂糖いただきました。その言葉ために、いただきます。大切なお金は使わなければいけません。しかし、3兆円にも上るお金を。1個だけ増えた。え、もうちょっと増えなあかんやん。650人というお金が、皆さんがお気に入りになった思いやり予算という形で、いただきます。米軍の維持のために使われています。つい最近、アメリカの公文書が明らかになりました。琉球新報がトップ記事で報告していますが、1972年沖縄が日本で返還されるためにした年、この年アメリカは沖縄の海兵隊をアメリカ本国に引き上げるという決定を日本政府に通告したと言われています。黒砂糖、これに対して日本政府はいただいた、お金を出すから沖縄に海兵隊の基地をそのまま存続させてほしい、そうした通告をしたとも言われています。これがアメリカの公式文書の中で暴露されて、沖縄では様々な人が事実を言い出しています。アメリカのための基地は実は日本が沖縄に未だに押し付け続けている。軍事基地以外の何者でもありません。第二次米軍の占有施設の 75% があの小さな沖縄に集中しています。人口にして 1%、面積にしてわずか 0.6% に過ぎない沖縄に、なぜこれほどの
が必要なのでしょうか。時の首相は今の安倍自民党総裁もそうですが、沖縄の海兵隊や沖縄の米軍が日本の平和や安全、アジアの安全のためには必要なものだということを最大の理由に挙げています。しかし今のアメリカの具体的な中東における戦争や湾岸戦争やイラク、アフガニスタンに対する戦争なんかにも見られるように、今のアメリカの戦略はバトルシー戦略といって、海軍や空軍が遠隔から砲撃や爆撃を繰り返して一定程度制圧してから後に地上部隊を送り込む、こうしたものが主流の戦争の方法となっています。海兵隊というものはベトナム戦争当時に殴り込み部隊と言われ、真っ先に戦場へ駆けつけていく部隊が海兵隊と言われました。しかしそのアメリカ風の戦争の仕方も考え方もまるっきり変わってきています。沖縄に海兵隊がいるからといってそれが日本の平和の抑止力、アジアの平和の抑止力なんていうのは全く嘘であるということが、あの元民主党首相鳩山一郎も言っています。嘘とデタラメを塗り固めて、しかし未だに戦後69年経ってもなお沖縄に米軍基地を押し付け続けているのはまさに日本政府であり、そしてその元にいる私たち多くの人間であるということもしっかりと考えてみなければいけないと思っています。沖縄の豊かな海、多くの皆さんがさまざまな形で沖縄に行かれた方が多くいらっしゃると思います。豊かな自然や本当に美しい海や、そうした自然をめでる、そうしたことの反面、沖縄には嘉手納基地や極東最大の米軍空軍の基地である嘉手納基地、そして海兵隊の普天間基地、那覇軍港や牧港の爆弾弾薬庫や補給基地、さまざまな形で沖縄の至る所に米軍基地があります。この現実を押し付け続けているものこそ日本政府自身であり、そして私たち一人一人の日本に住む多くの人間であるということもしっかりと考えていかなければいけないと思います。新しい米軍基地を止めるために、沖縄の豊かな自然を壊して、どうもこんにちは、どうも、自然を破壊して人の住めない、人の命をも奪う、そうした新しい米軍基地を絶対に暮らせないという、その思いを多くの皆さんに訴えたいと思います。そしてその沖縄は今日も沖縄県本島北部名護市辺野古の浜辺で座り込みを続けています。新しい米軍基地の建設計画からすでに十数年、未だに日本の杭も打たせていません。戦争はダメだ、人を殺してはいけない、こうした当たり前のことを当たり前の政治にしていかなければいけません。今自民党安倍政権は集団的自衛権の容認、こういう方向に傾こうとしています。さらには武器輸出の三原則についても見直して、交戦国でない限り日本も武器を、兵器を生産して輸出産業にしていかなければいけない。お金を儲けるためならば、人を殺すための武器を日本も作ってお金儲けをすべきだ。そうした方向に大きく針を切ろうとしています。あの特定秘密保護法についてもそうです。要項採決をもって昨年末に成立した特定秘密保護法、この特定秘密保護は何が秘密かすらも明らかにされないまま、都市の警察権力や日本政府の思惑によって突然逮捕されたり、
突然投獄されたりするような事態が起こる可能性が大いにあります。今はまだまだ1年間かけて政府法、法律を施行するためにさまざまな法律の法改正も必要だと言われています。私たちはこの特定秘密保護法に対しても絶対に成立をさせない、施行をさせない、そうした運動を大きく繰り広げていかなければいけないと思います。私たちの市民生活にとって本当に大事な、そしての人間の基本的な人権がさまざまな形で奪われていきます。沖縄ではすでに戦後憲法からも排除された形で米軍基地の建設計画が強行されています。東日本と被災地の多くの人々にとっても東日本大震災被災地のその再生のために、復興のために、本当の復興のために日本という国は何をしているのか、あの福島第一原子力発電所の爆発事故についても全く収束もせずに、ついに地下水を海に放出する汚染されていないというのは誰にも分かりません。福井市の原発の下を通る前に地下水を汲み上げて海へ流してしまう。今も膨大に毎日100トン以上を溜まり続ける汚染水についても、最終的に日本という国は海洋に放棄していく。そうするしか今溜まり続ける汚染水を解決する手段がありません。何一つ解決していないあの福島の原発事故、多くの原発労働者が被爆の事態にもさらされています。しかし人の手を持ってしかあの原子力発電所の事故も解決していくこともできません。多くの被爆労働をもとに多くの人間の命が犠牲になって、あの東日本大震災と福島原発事故の問題が大きく私たちの目の前にあります。安倍首相はにもかかわらず昨日の政府の方針でエネルギー政策の一環としてさらに原発を引き付けるということを強行しました。原発を最低限にゼロにしていくのではなく、なんじゃ再稼働も含めて、さらには新増設も含めて検討していくと言われています。アメリカの意味がないと思います。アメリカの属国でいいの？もっと勉強せなあかん。もうちょっと勉強せ。やめてくださいよ。やめて。おい！やめてくれ！戦争で負けた時の実態を知ってるか？おい！どれ！どれだけ苦労したかい？知ってるか？なんでくれ！何よ？なあばあ！話しに来んだよね。勉強せ、もうちょっと。なんなんだこいつ？いいこと言ってあげるしね。うるさいか。何だこれ。何だこれ。そんな無茶な対応したらな。はい。な、喧嘩するわけやないんやから。はい。ね。こっちはあくまでもな、冷静に対応せなあかんやで。なんぼ向こうがボールを振ってきてもな。ええ。わかります。朝鮮とも、もう他見てる人にとったら、揉めてることにして見えねえね。はい。ちょっとこっちはやられてるというのが最大の魅力なんI'm going to go to the hospital.
て言うて押してるの。私たちの未来のためにも、患者さんの命を守るためにも、健康なあなたの人生が今必要です。献血するの。なるほど。Thank you.
ご安全を保障会議を作って、
Thank you.
優しく語りかけながら、この国のこの問題をきちんと提案しています。よくそうした報道を見て、偏った意見とかいうふうな人を言う人や、あるいは公然と私のこうした暮らしをしおりを巻いていることに対して、反対だけではなくて激しく差別的な発言を聞くことがありますけれども、しかし問題の本質は、最初に申し上げたように、自然か危機か戦争か平和かというこの2つのシンプルな問題です。ぜひ私の方を受け取って少し目を通してください。とりわけ若い方、あなた方の時代が始まるわけです。あなた方の時代に自分たちで日本をどうするかということが選択が迫られてくるはずです。その時にちょっとこの時の時代を思い出してください。沖縄というところにまた新しい日ができようとしていることに対して反対している時間たちがいたんだということを、そして若い人たちがいたんだということを思い出してください。そうすれば自分たちの時代が戦争ではなく平和へと一日でも動いていくことに大きな喜びを、そして充実感を感じるはずです。平和は黙っていてはこぼれません。戦争は黙っていてはそしてきません。危険設計に反対する、これは戦争に対する反対という指標値です。指標値が必要な時代になってしまったようです。そして声を上げる人が来るようです。私をぜひ受け取ってもらいます。そして多くの方々のご署名を、私たちが署名をいただけば、必ずこの一日込められた袋を行かるべき方にきちんと届けて、それだけ多くの人たちが大阪の駅前で、大阪のこの上野の会社の方で、この建設に反対しているんだという立派な証拠として提案していきたいというふうに考えています。皆さんのご協力の方をよろしくお願いいたします。はい、そこの若い方、ありがとうございます。になりましたらね、大阪講堂にご参加の皆さんありがとうございました。ご都合中の皆さん、お騒がせいたしましたことを心からお詫びしまして、反対の講堂にいる人もね、はい、辺野古攻撃地を絶対作らせない大沢コード、ただいま、貫徹ということで、ですね、どうもお疲れ様でした。あ、どうもこんにちは。どうも発火しないように。はい、ちょっといつもちょっと頭にきついた。いや、今日はいつも頭にきついた。あら、まあ。
乾杯だ。どうも、本日はどうも、どうですね、まあ何と言いますか、風船が転がった。献血者ばかり映してるんですね。献血者ばかり映してもあれなんですけど、風が増えた。写真撮った。あの工藤の審判ですね。いや、あのおじいさんはちゃいます。あのおじいさんは単なる通りがかりのおじいさん。いや、もうあれの前になんか変なやつが来てたんで、そういうのこ剣があったんで頭が行き過ぎてた。分かんないでしょ、はい。昨日びっくりなしてごめん。通りがかり、ね、どうもどうも。ありがとうございました。あれなんですよ、ヨドバシカメラで携帯電話ホルダーを買ってテクテク歩いてたんですよ。いや、行くからと思って僕帰るとこだったんですよ、ね。ビル、でっかいビルだなとか、ぼーっと見ながら。ああだから急だったからびっくりしたんで、割となんか、周りキョキョしながら行ってるんで、前見てないんですよね。それが携帯見ながら歩いてるとか、あれ危ないんですか。あんまりハーストにしない。あ、もう。ターゲットされてさ、あれですね。やられるから。そうですね、申し訳ないですよ。なんていうか、気持ちよくわかるけど。ああ、いやいや、ね、誰かがあれになると周りが理性的になる。誰もや自分が最初になったら自分がカーッとなっちゃう。僕なんかも単純な方だから、僕なんかもいや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 、ふとしてね、似たようなとこあるんだけど、気をつけよ、はい、お互い、はい、ですね、そんな感じでして、本日は何と言いますか、本日何と言いますかっていうか、今日は黒糖もらったんです。黒糖ってあるじゃないですか。いただいたんです。あれはうまい。あ、どうも。あ、こんにちは。お久しぶりです。どうもどうも。はい、どうも。あ、これは。返上有利、2020年を東京オリンピック徹底批判。ということでして、はい、それで警察なんや。何ですか。さっき子供を止めよったやろ。そうですよ、ね、ちょっとお話聞いたんやけども。何の話ですか。子供を止めよった話。そう、何の話ですか。向こう一応ね、子供さん一応その座敷所の方に呼んでるんやけどね、あなたの、ね、話も聞いたんやから話すことはないです。ないです、はい、任意の子に応じないってことやね。任意、うん、やから任意やったんと応じないですね。応じないね、わかりました。ほんなら、今言いましたからね。お、なんや。17時6分な。逮捕ですか、僕は。いやいや、今言ったことを言ってるだけです。何を言ったって。何を逮捕するってこと。いや、さっきの、ね、子供と揉めとった時のことね。揉めたいって、どういう揉めたいですか。あの頃は何してるかってわかりますか、あなた。ん、何。まあまあまあ、そんなこと言って。いや、応じなかったらいいって。応じない、応じない、はいはい。なんかあったらお前ら任意同行するんか。任意同行、任意同行なんかあったらするんか。なんかあったら任意同行するんか、お前ら勝手に。なあ、しゃべるんじゃないよお前ら。
二道五星見に来たわ。そう、二道五よ。無視無視。さっきの子供ですね。さっきの、あの二道五におじろ言うて、さっき揉めたやろう言うて。揉めた中身も知らんくせに。嫌いとだけ貼ってたら言ってない。あ、そのことは言うじゃない。なんか揉めたやろ、揉めたやろ言うただけやな。そうですね。あ、熱くて見るからな。あの、なんかさっきの子供はなんかさっきのやつらが、その時に行ったらしい。うん、別に行くのはええけども。いや、あの工藤の審判来たんですよ。いや、ちっちゃいじゃないですよ。もう高校か、あのなんだっけ、高校か大学かわかんないですよ。うろうろうろしてるんで、最初で僕このオーダー行動とかをネットでなんかあの誹謗中傷してやがる。もう見つけたんで、ふざけんなよこらと言って追いかけ回して。在宅のやつ。いや、在宅じゃないですよ、工藤の審判っす。工藤博之の審判っす。工藤誰ですか。奈良学院のあいつ。だから原発推進勢力です、要は。でも、あんまりお疲れ多くんでも、みんな自由やからね、人は。もしかしたら、顔にしないよ。顔にしない。僕は逆手取るから。ええ。利用されちゃう。警告とかなんか言うとった。なんか言うてましたね。な、何時何分警告でした。警告なんか僕らしょっちゅうされてるのまだ入ってるんですよ、先生が。また言うてるわって。撮影して。撮影しながら。はい、今日やられました。先ほどあの。さっきのあの、なんだっけ、あの工藤審判の、小僧の件で、なんだっけ、曽根崎署のやつらが来て、なんだっけ、任意同行しろとか、話を聞くとかなとか言ってましたけどね、話すことはないって言ったんですね。あ、どうも、こんにちは、どうも。ください。これ放送とかはどうですか。はい、放送やめた方がいいですか。いや、もう。今日は504回、505回です。505回の大阪行動、5時までの行動を終わりました。署名の方が、今日は、33筆。はい、集まっております。それから、短波の方が、1138集まっています。で、今度ですね、今日は、ミーティングの日です。第2ビルの5階の、コーナーで、月1回のミーティングやりますので、おいでになれる方は6時半からお願いします。5階の受付ホールのところです。それから、4月の22日の火曜日、昼間の2時からですけれども、今日まで、来週までに集める署名ですね、12回目になります近畿、中部防衛局に提出報道を行いました。
場所は、谷町4丁目から NHK の方に